こんにちこ、あちこです。いつもひろまる JP シューレッサーあだす。てなことで、今日は9月の29日じゃない？日曜日、前日の28の土曜日にトラビス新作オリーブリリースされまして、東京23の方でも店頭抽選があり、1000人近くが並んだということなんですけども、ワールドオブフライトの方ではアパレルとメンズサイズ以外がゲリラで販売されるということがありました。スニパスの受け取りがリリース日と1日ずらして今日の日曜日なんですよね。リリース日の昨日にはメンズサイズを出してない、一般の販売では。つまりスニパスの受け取りのその後一般で出す可能性が高いのは今日なんじゃないかと。てなことで、リアルタイム現場芸人が今日も渋谷やってきてます。まずは最初にいいねお願いします。いいねは既読の印ですぐ押してください。今日のゲリラどうだったのかなとか情報だけ取ってパッて消さないでいいねしてください。あとコメントもしてくれたら僕がすぐ返します。このコール&レスポンスがあってこその動画ですから。ライブ配信ではないけど毎日投稿してるからほぼライブ配信みたいなもんだから、チャンネル登録してない方もチャンネル登録してみてください。僕はほぼ毎日投稿リアルタイムでしてます。こういうゲリラがあった時なんかもリアルタイム現場芸人として動画撮っていきますので、チャンネル登録してチェックしてください。冒頭15秒に流れてたフラッド様向けメンバーシップもやってます。普通の僕たちの仲間メンバーシップの加入も動画タイトルを押して概要欄から加入できますのでお願いします。とうとう来ましたね、今日ゲリラワールドオブフライトメンズサイズ。いよいよこの先どうなるのか、この動画が終わった時にはどうなっているのか、これを皆さんが見てる頃にはすでに結果が出ている頃だと思うんですけど、ぜひ最後まで見届けてください。てなことで今日も行ってみよう。ヒロポンさん、今日ワールドオブフライトちょっと張ってるんですか？うん、もう一回行くよ。ヒロポンさん、火つきましたね。だってあるんだよ。ガゼン火ついちゃいましたね、ヒロポンさん。あんな風に中止になったらね、どうかな、でも今日やるかな、まあその時の状況でしょうね。外国勢があそこでたむろっちゃったらもうないでしょ。そうですね、みんながはけた状態の時にまたポッと出すでしょうね。これからオツモプラザ行きますけど、はい、ヒューマンメイドのオンラインで先行リリースがありましたけど、なんか瞬殺だったんでしょ、もう1分にはもう完売みたいな、はい、めっちゃ数少ないんだろう。じゃあこれから店頭行ってみるけど、昨日の段階で結構スニーカーも夕方4時ぐらいには結構賭けがあったらしいんで、今日まで一般まで残ってるのかどうかわからんし、昨日の在庫が余り物がこの4日までずっとあるのか、一回事前抽選の人と一般で在庫補充するのかにもよるけどね。ああ、そうそう、補充しててくれたら今日ワンチャンあるよね。でもとにかく4日までやるんだから、そこまで在庫を持ってるってことだよね。スニーカーわからんけど、アパレルはとにかくなんかあるってことだろうから、スウェットも T シャツもオンラインは速乾でしょ、はい、だからそれが普通に店頭であればいいよね。いつもだとあのオンラインとは違うロゴになってるって言ってるから、オンラインだと数式に2号だけど、2号が反転してるってことでしょ。サイズが残ってるのかわからんが、今日が一般の1日目だからね、はい、今時間はもう11時になる頃で、今ワールドオブフライトのゲリラをやってたから、オープンは11時からだから、ちょっとオープンはしちゃってるんですけど、多分一般の1日目だから並んでる人もいると思うんだよな。そうね、うん、それこそ転売の外国人とかねいると思うけどね。スニーカー残ってんのかな。24センチアスイチって言われたらどうしますか。履けるなぁ。ギリ入るなぁ。実質 23.5 だからな。店員さんもびっくりするだろうな。入るんだみたいな。まあ、24センチ買うなんて転売だと思うもんね。試着していいですかって言ったろうかな。履けるとこ見せたろうかな。どうしようかな。 T シャツあったら欲しいかな。でもスウェット24,000〜5,000円でしょ。トレーナー、トレーナー言い直した、昔の言い方に。チョッキちゃんちゃんこ。スウェットはねだから買ってらんないよね。タイジさんはオツモでなんかあったら欲しいのあるんですか。まあ、スニーカーあったらまあね、みたいな。まずはね、まずはスニーカーですけど、え、買わない。ああそうか、まあ、買えないですよ。ああそうかそうか。トラビスだけは特例が出たんだもんね。いやタイジさんな、見たらわかんないんだよな。あるのに買わないってむずくない。なかなかそうですね。欲しい人がね、メンバーシップの方がいれば支援で買ってもらう。ヒロポンさんはなんとなくワールドオブフライト行くまでの暇つぶし。アルカルも靴は狙ってなかった。あ、いやいや、僕も狙ってるし、はい、ツムさんもオンラインやったし、オツモプラザ着きました。ここ曲がると並びの待機があるかどうか。なんか雰囲気としてはあんまりいなそうだけど、今11時15分ぐらい、オープンから15分過ぎてますね。いるのか人が。わ、ゼロ。大丈夫ですか。
大丈夫ですか。人のおっちょこちょい好きだな。お、じゃあ全然並んでないですね。いや、今並びました、ね。いや、一番目の方。はい、あ、一番目の方だったんですね。いいですか、次並んで。はい。いや、そもそもオープンしてるんで、並ぶ必要ないんですよ。誰も並んでない。俺、これは予想してなかったな。あるの？ものが。ああ、もしかしたらすっからかんの可能性ありますね。では、見ていきたいと思います。出てきました。まさかの結果、何にもない、完売、全部完売っていう。え、じゃあ、あの4日までってどういうことなんですか。これは予想外。スニーカーはないけど、 T シャツとスウェットだけとかと思ってたけど、全部完売って、そんなことあるんだ。動画にならんこれ。だっていつもと変わらなかったよ。そうそう、いや普通のいつもの店内でした。ただその2号さんとのコラボの内装の残骸が残ってるだけで。ちょっと1回分ならないやん。な、何今の。あ、マジか、動画にならんのか。オンラインも買えない、店舗来ても何もない。いや、だから事前抽選で当たった人の1日目で全部完売したって言ってましたね。1日目で全部完売。じゃあなんでそのそれ以降何日 ?4、5日ってことでしょ。その一般の人の用の日付を用意してるのってどういうことなんでしょうね。自社サイトがあるんだから完売しましたぐらい書いてくれ。あ、そうですね。そもそもインスタで完売しましたとも投稿ないですもんね。遠くから来た人。あ、そうだね。遠くから来た人ね。まあ、東京にいる人はまあまあいいだろうけど、遠くから来てみて、4日までやってんならと思って行くもんね。ワンチャン何か1個ぐらいみたいな。そうそう。したら何もないみたいな。だって事前のさ、当たった人でさ、何人か分かってるわけやん。入荷数も分かってるわけやん。それで完売するかどうか分からんないのかな。まあ、もしくはそんなさ、4、5日一般の日を設ける必要はないことは分かってるわけだ。その側は2号商品が売れ残るとでも思ってたんか。ああ、なるほどね。こんなもん売れるわけないって。あ、確かにそれはだったらしょうがないかもしれない。4、5日一般設けてもそれでも売り切れないだろうと。売れないと思ったんですよ。お店としてはそういうことだったのかもしれない。それだったら納得いくわ。2号なんて何言うとんねんと。藤原博士の2号から取って、1号2号の2号からそのままアルファベットにして何言うとんねんと。これはじゃあ僕今喋ってるけどどこにも投稿されない。これ今僕たちの思い出だけです。ということで今1時43分どうやら1時40分頃に看板出たらしい。やばいね。間に合いますか。ゲリラ出た。走れる小林さん、これから走れる。200m。 あ、つむさんどこ行った。たいじさんはトイレ行った。これを分かってて行ったから。急いで急いで。やばいやばい。小林さん早いやん。小林さんが一番先頭にいるやん。着いた。もう相当並んでます。つむさんも追いついた。お手なかたくつら技で。それでも並ばすんだからそれ終わるんだろうね。ちょっと話せないですね今。今日は一人一足ずつじゃん。だから昨日の倍の人数はいけるわけだから。ちょっと説明したいけど疲れて。ナイキアプリが再度ログインされてるかの確認だけ。これはありましたね、ゲリラ。あるじゃんやっぱ。でこれで買えなくても諦めつけますよ。そうですね。僕たちはあの店前からあっちからはみ出た脇で並んでます。100人目ぐらい、ここら辺いかないかな、100ちょっとかな。お店の前で 5,60 人並べるでしょ、あそこ。じゃああの外国人ずっと張ってたのかな、あれから。やっぱすごいね外国人。やるにしてももうちょっとかなと思ってたけど、1時40分とは
そうだ、太一さんのことすっかり忘れてたやん。太一君いるよ、すみません。あ、並んだ？並んだんだ。アキト君の4つ後ろぐらい。いやでも店前に貼ってなかったにしては早く着いた、ね。はい、小林さんの前にプロみたいな人いるけど、何をこんなに持ってんすか。こんなバッグあったんだっていう。 IKEA のちょうど入るんだ。もう入店してますね、先頭の人たちは。今入りましたもん。やっぱり今日やりたかったんでしょうね、ゲリラ。399円。お安。ここまで来といてサイズなさそう。今回のトラビスのポテンシャルを信じましょう。数多いっていう。店の方移動します。今並び打ち切ってます。まだ並んでる。まだ並べようと思えば並べます、今14時15分。昨日の方が並び多いぐらいですね。全然多いと思う、ね、で逆に今日この程度なんですかね。あると思ってないですよ。騒動の さなか帰っちゃったか、もう電車乗って 家路に着いたら戻らないですよ。戻らない。外国人もっと多くなかった？でも連絡もすごいじゃん。すぐ気づいて戻ってきそうだけど。でも親もいるんだよね。いやさすがだね、あの転売よく見る人たちの元締めの人はこっち側に最初からいたもんね。いやでもあとはだからサイズがどれぐらい残ってるかですね、もうでもトラビスのゲリラ遭遇は初ですね。そうですね、スニパスの後出すってことなかったからね、今まで。やっとこれちゃんと買えれば、もしなかったら誰かの支援みたいな感じで買うんですか。テンハーフ希望だけどないなら29から下で。28でもだって今履いてるやつがメンズ28でも履けるっちゃ履けるんでしょ。それ以上下になっちゃうともう K さんたちに売りつけるしかない。昨日トラビスの店頭抽選の時、雨降りそうだからって言ってドレコ履かないで、はい、で結局雨降らなかったんだけど、今日トラビス履いてきたらこれですよ、見てください。この結構な大降り、はい、めっちゃ降ってきてくるけど普通に雨ですよ、傘もなくだったら昨日のドレコのモカ濡らした方がマシだったんじゃないの。そうだトラビス濡らすよりあっちの方がまだ買いやすい。今2時半だけど打ち切った。並びを打ち切りました。おー、そうなんだ。並び打ち切ったか。じゃあちょっとここら辺怪しいですね、サイズが。あー、割と早く気づきましたけどね。やっぱり目の前で待ってる人にはかなわないか。でも僕たちが来てる時点で相当いましたもんね、うん、あー怖い。あー怖いよー。今 K さん来たよね。あのおこぼれもらいに来たんじゃないの。小林さんからのおこぼれもらいに来たんじゃないの。おかしいですよ、俺なんか校内に来るのを待ってきたから。あ、そうですよね、自分の存在を入る前に示さないといけないから。小林さん29だからない可能性の方が高いもんね、サイズ。闇が深いですね。ヒロポンさん、 K さん好きだからな。K さん面白いからね。わかりやすいですよね。もう欲に貪欲だから。 K さんは欲に貪欲だけど絶対セールに走ることをしないし、セールだから何か買うってことしなくて。ああ、しない。だって安いもん買わないもん。上がってるのが欲しいんだから。その安く売られてるなんて言語道断。そろそろ次の順番で店内入るぐらいになりましたね、うん、いけそうだね。結果あるのかどうか、計算分が変えてしまうのか。今変えてさ、ツムさんとかがさ、自分の 28.5 なくてさ、計算 27cm、27.5 計算分みたいな来たらさ、もう超ラッキーすぎない、うん、ケルさん。この僕が。出てきました。なかったですね。すぐ言う、小林さんすぐ言うやん。ちょっとちょっとすぐ言うやん。まあね、結論から言うと大きいサイズなかったですね、メンズサイズがなくて。だから僕たちが行った時にはもう最大が24。いやちょっとかなりドキドキしたけどな。途中まで買えると思ってたんですよ。いや、思ってた。いや、全然思ってたよ。今回トラビス多いし、あんなに並ばせて、間に合ったと思ったもんね、走ってきた時。テンション上がったけどなぁ。まだ並んでる人たちはもう無理ですよ。あ、そうだそうだ。まだずらっと並んでました。あると思ってたもん。だってもう小林さんなんて自分の顔としてたやん。支援するって言ってたのに、やってるだけで。別にトラビスなんて別に狙ってないと。29.5 とかで。29、今回リリースないからね。履けるサイズじゃどれかなって悩んでたもんね、もう。いや、いざああやって目の前に買える状況になると欲しくなっちゃった。ですね。ですね、いただきました。支援するつもりだったけどね。いやー、でも、買える気でいましたもんね。これは買えると思わせる感じでしたもんね。
いや滑り込んだと思いましたもんね、並んだ時。はい、ヒロポンさんが一点見つめしてるやん。難しかったですね。なんで俺なんかのところでギリギリになるわけ？ほんとここら辺でもうギリギリ、在庫のギリギリの枯れる寸前のところですもんね。まだ並んで、分からず並んでる人たち。あ、もう言ってあげた方がいいよね。うん、何で言わないんだろう。あー、最後、笑って4足並べる絵、思い浮かんでたけどな。でも、タイジさんは結局買ったんでしょ？買いました。22.5cm。22.5 なんだ。その時は24がなかったの？なかったです。でね、これで今回とりあえずゴッテムしました。はい、息子さんが大きくなった時に。なったら吐くって。でもじゃあまだ数年。そうですね。眠らしてちょっと。お子さんが吐けるようになるまで数年寝かしとく。寝かして。その間にスニーカー好きに育てないと。そうです。そうそう。もらった時の喜び。そうそうそう。もらった時までにね、トラビスの価値を。調教しとかないと。おうん、A さん、話す。あ、怖い。トラビス、はい、危な、 K さんの思い通りになるところだったわ。ギリギリ滑り込みできて、おこぼれゲット。僕たちだけが朝から並んで、すっごい苦労して、雨の中ゲリラ張って並んで、サイズなくて計算サイズ買うっていう、K さんのシナリオでしょ。一番美味しかった。危な、シナリオ通りにはいかなかったわ。美味しかったっすね。いや、ありえたからね。そうそうそう。小林さんの29がなくて、K さんの 27.5 ならあるみたいな。ありえるから。ということで、実は僕もワールドオブフライトゲリラを買ってきました。最大で24センチ。僕履けるから。履こうと思えば僕は履けるし、まあ、ワンチャン知り合いの遅延でと思って。箱も小さいよ。いやー、ちょっと悔しいなー。悔しいねー。一足でも買いたかったね。そうだね、あったと思ったもんなー。まあ、ただ昨日買った22センチよりは大きいから、僕が実質 23.5 だから、ちょうどマイサイではあるから、そう。ぴったりの。いやー、悔しいけどなー。なんかほんと、あとスタッフさんも疲れてましたね。ちょっとあれはしょうがないんでしょうね。ちょっと結構ちょっと切れ気味というか、やっつけ仕事だね。7時半からスニーパスで、まあ、その前から準備して朝5時起きとかだったんじゃないですか。うん、まあ、そうなるか。もう本当にもうないですけどみたいな感じだったもんね。さっき聞いたと思いますけど、ないですけど24までですっていう。タイさんもそれで買ってきましたけど、やっぱり疲れてましたよね、あの引き渡しの店員さん。だけど、まあ目を合わせてくれたし。目合わせてくれた。まあまあまあ、最低限の言葉は交わしてくれた。まあ、ここに座ってチェックしてみたいな、ね。座ってあの紐だけチェックしてくださいみたいな。奥行って奥行って。ギリ人間扱い。そうです。だからもう状態チェックとか、そういう状況じゃないです。だからでも僕が24で、その何人か後ろにいたタイジさんが 22.5 だから、これもだから本当ラストだったんですね。そう。うん。だって2人は、2人と3人か、ツムさんも買わずにスルーしたんですもんね。うん、スルーして僕が買って、ですから、本当これ24も、本当最後だったんですよね。あー、出ました。明らかにちょっと素材が違うな。あ、違う、全然全然違う。全然違いますよ。わかるんだ。違う、全然違う。キッズトドラと違う。ツルツルだったじゃないですか。あ、本当だ。ちょっともう見た目でわかりますね。ちょっと脂肪感があるもん。柔らかいの。あ、あとこれね、うん、エアーがあるから、ね、これがかっこいいですよね。全然違う。あ、確かにもっとツルツルだったよね。ツルツルです。なるほど、そういう違いがあるんだ。ちゃんと紐です。ただのデザインじゃなくて、ちゃんとステッチ。ロービキシューレース、ワックス。ワックス、危ねえ。ちゃんと硬いです。とここね、ワックスシューレース。硬い。ちょっと見た目でこれ白いと分かりづらいけど。なるほど、素材感全然違いますね。このマークもなんか違うね。詰まってるね。詰まってる。なんか刺繍のクオリティも違う気がする。あー、なるほどね。ちょうどいいから履いちゃえばいいんじゃないですか。これ本当に履けるの超小さいですよね。あー、いや、じゃあ入れるだけ入れてみましょうか。ちょっと足つかないで。絶対入らないと思うんだけど、こんな入れる。はいっと。シンデレラです。僕です。っていうか、しかもちょっと余裕あるし、ね、王子様、僕です。あの時の姫は僕です。ちょっと待って。
てはない24ミリ履ける男子を初めて見ましたよ。中にはね24センチなんか買って転売するんじゃないかと思う人もいるかもしれないから、いや履けるわけないだろうっていうね。初めて出ました。履けてるから履けるんだ。しかもピッチピチじゃないでしょ。ピッチピチじゃないの、余ってるもんね。だってこのナイキの細い24が入るんだよこれでね、僕が毎回ただのギャグのように実数 23.5 って言ってるけど、みんな信じてなかったかもしれないけど、いやでもそのキッズのあれよりこっちの方が作りが良くてね、いいですね。その分1万円高いけど毛並み変わってます。あ、昨日買ったキッズのやつはもっと毛がなかったですよね。そうなんだ、こんなクオリティに差があるんだ。ここも2、4、6、8個だしね。いやーでも1日長かったですね朝9時前から。まあでもあれ面白いですね、ああいうことが本当に起こったっていうのはね、まあ見れたの面白かったですね。なんか聞くじゃん、そういうリーバイスのジョーダン4揉めてとかっていうのを聞くけど、そういう一面に出くわしたんで、トラビスのゲリラでカオスになって中止になったんだよっていうケイさん、はい、ああ怖いよ。ありがとうございます。ああ怖い。ケイさん今日生きって履いてるから、トラビス。そうですよ、生きって履いてきたけど全然ダメって。僕たちがこっちのトラビス必死で買おうとして買えなかった時にいいやつでマウント取ってるやん、まあね、なんで今日履いてくんの。じゃあ今日、いや絶対狙ってるじゃん。じゃあ朝今日雨降ってなかったから履いちゃったんですよ。いやいや、そんな偶然なわけないやん。仲間じゃないっすよ。皆さんどう思いますか、こんな偶然ありえますかでも違うんだ、偶然なんだ。マウントじゃないんだ。みんな僕たちが今日朝から走って買えなかってこうやってしょんぼりしてんのをマウントしてるんじゃないのね。